皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤッスーでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、この前ですね、病院でちょっと面白いことが起こったんですよ。まあ、以前ね、あの動画内でこの前と同じようにその病院に行った時の、車の中で撮影した動画やったと思うんですけどね、多分、歯医者へ行く日の動画やと思うんですけどもね、そのね、各科でね、内科とかね、歯科口腔外科とか皮膚科とかもそうなんですけど、その各科でですね、その先生から軽くどうですかって聞かれた時に、まあ、少しその先生からね、軽めのテンションで聞かれただけのはずやのにね、いやもう実はね、この前こんなんがあって、こんなんであんなんでね、もうこんな状態になって、もうああでこうでそうでこうでで、こんなんやったんですわっていう風にね、もう何も軽くね、大雑把にパッてね、症状をね、伝えたらええだけのにもかかわらずにね、先生が後々にこの詳しくね、聞こうとしてくれているように思ってたことをですね、まあ自らこの掘り下げて、こう詳しく長々とこう、通院の日までね、今日のこの通院の日までの自分の症状をね、喋ってしまいがちだとね、お話ししたんですけども、まあ、その話をした時にですね、まあ、これって病院に来てる時には、まあ特になんですけども、その人間はその心身ともに弱っている時っていうのは、もうさらにその状況に対してこう順位をねつけてね、でさらにその何かにこうすがりつきたくなるものらしいんですけども、まあ、それにね似てるらしいんですよとね、その人間の心理的なお話をしたのをね、皆さん覚えてらっしゃいますでしょうかね。この時っていうのは患者側が心身ともに弱っている状態の話だったんですけども、実はねこれに似たようなことがねこの日に起こってたんですよ。それをね、僕はこの前のそのね病院で実際に体験してきました。それをね体験している最中にですね、ああこれってこの前の俺が話した時の状態とよく似てるなっていうか一緒なところがあるなって思ったんですよ。それはどんなことかと言いますとですね、まあね、そのこの前に行ったその病院でね、その眼科と皮膚科に行った話をしたじゃないですか。眼科と皮膚科に行った時の話なんですけども、でそれぞれ の診察が終わって会計窓口に行こうとしてね、その眼科と皮膚科のフロアの階からエスカレーターを降りていったらですね、その目の前にですね、管理栄養士さんと食事に関しての相談ができる管理栄養士さんがいてる相談窓口じゃないわ、相談室があるんですよ。そこでね、僕は、まあ、食事に関して最近ちょっと思うことがあってですね、それをこう管理栄養士さんになんとしてのも聞きたくてね、もう聞きたくて聞きたくてしゃあなかったんですよ。で管理栄養士さんに、時間を取ってもらうにはですね、普段行ってるその内科血液内科での診察の時にですね、先生と相談して看護師さんと相談して、それがあってからの管理栄養士さんとの相談を持って取ってくれる時間を予約せなあかんわけなんですよ。なのでね、いきなりその管理栄養士さんが、まあ、普段ねお仕事されてながらそのね待機されているその相談室にね飛び込んで行ってお話をしてもらうのはねできないんですけど、たまたまその日はそのエスカレーターを降りていったらですね、たまたまその相談室から別の患者さんが出てくる瞬間やったんですよ。でそしてその相談室のドアの前に椅子が置いてあるんですけどもね、まあ、そこは、まあ次の相談してほしい患者さんが待ってる椅子なんですよ。でそこにも誰も座ってなかったんですよ。でなぜか僕は今しかないと思ってエスカレーターを降りた瞬間にですね、まあ、走ればいいんですけど、走るとめっちゃしんどくなるし、病院やからほんま走ったらあかんからね、まあ、早歩けばーってそのドアがこの閉まる前に、ドアの前にたどり着いて、もう今にもそのねドアを閉めようとしているその女性の管理栄養士さんに対して、
すいません、ちょっとね、食事のことで聞きたいことがあるんですけども、 2,3 分で終わり質問なんですけどいいですかって聞いたら、そのいきなり現れた僕に対してね、目をまん丸に して驚きあって、でもその内容がその食事の質問で 2,3 分で終わると言ってるから、まあええやろうと思ってくれはったんでしょうね。でその人もはい、何でしょうってね、もう驚きながらでもそれも心よくね受け入れてくれて、2人でねこの半開きのドアの越しにねお話ししてたんですよ。ほんでその僕が質問した内容っていうのがですね、その食事に必要な消化酵素の中にね、炭水化物を分解してくれるアミラーゼという唾液に入っている成分がありますよね。で僕今病気で噛むことができないので、その流動食なんですけど、さらに病気で唾液が出にくくてね、消化不良にならへんかなーって思っててね、めっちゃ不安なんですって質問したんですけどね、もうそれに対してさすが専門家でしたね。ああ大丈夫ですよ、アミラーゼはね膵臓からも出てますんで大丈夫ですよ、膵臓から分泌されてね、各消化器官に行ってね、食材を分解してくれる働きがありますので、でも炭水化物やねその他の食材はね、体によっぽどなことがない限り、ちゃんとね消化されていきます。なのでね、そこまで気にされることはないんですよ。ほんでね、流動食を食べる時にもね、少しずつ飲み込んでください。流動食だからって飲み物のように飲み込むとね、胃がびっくりしますので。びっくりする？じゃあどのぐらいゆっくりいったんですかね。普段ね、もぐもぐとこのもぐもぐと噛むのと、その自然の流れでね、人はね物を飲み込むんですよ。でそのペースで飲み込んでもらったらいいでしょうよ、大丈夫ですよ。できればね、流動食なら、特にゆっくりの方がいいです。その時にね、脳がね、今から食材が入ってくるぞってね、その胃や腸にね指令を送ってね、各内臓がね準備をするんですよ。なのでね、できるだけゆっくりゆっくりゆっくり飲み込んであげてください。できるならね、少しねお口をね流動食でもね、もぐもぐもぐってしてあげたらね、なおよしって感じですよ。なのでね、体はね食材を飲み込めるようにできてますので、さっきも言ってましたけどね、ゆっくり優しくね飲み込んでくださいってね、だいぶはしょったんですけどもね、もう10分以上はね、僕とそのドアがね、この半開きの状態でね、話し込んでくれたんですよ。これはね、管理栄養士さんがね、知識をフルにこう使おうとしてくれてたかしてたね、患者の僕に対してね、優しく分かりやすく噛み砕いて説明してくれようとね、途中からちょっとテンションが上がってきてね、最初はその突然現れた僕に対してですよ、不安なね、感じの曇り顔やったのがね、ほんまに途中からね、ってこう饒舌に喋り出して、ほんまにニコニコしだしたんですよ。テンションがバーッと上がってきたんでしょうね。でこれっていうのがですね、最初に話したね、その患者が先生に対してめっちゃこの自分のことを話しまくってたこととね、似てる気がするんですよね。患者はその自分の体のことでね、その分かっていること、すなわち知っていること、自分の体は自分の体が一番知ってるじゃないですか。なのでその自分の今の体の状態の知っていることっていうのをこうついつい話しまくるわけじゃないですか。で管理栄養士さんも僕が軽く質問したことに対して、ちょっとねポロッと質問したことに対して、その自分の知ってはることをね、めーちゃくちゃこう喋ってくれたわけですよ。でこの2つってね、似てません？4つやな。この2つって似てませんか？共通して言えることは、軽めの質問に対してやのに、知っていることなら聞いてないことでもめっちゃ答えてしまうという人間の、心理が働いたということなんですよね。人間って面白いですよね。そんな面白いことが起こったんですよ。そんな感じでしたね。これはまたその病院外の話でもね、起こることやと思うんですよね。よう考えたらね、例えば電化製品のお店ね行ったとするじゃないですか。そしたらある製品について、これってどんな機能なんですかっていう風に、店員さんに質問すると、これはこういう機能なんですよ、でこういうのが入ってます、でこういうのが搭載されてますんで、こんな時でも安心なんです、さらにですね、こうがあって、こんなんがあって、お客様がこう求められているような感じになってるんです、さらにですね、みたいな、このさらにですねが続くっていうところが、先ほどのそのね、僕が病院側にバーって喋り続けたってことと、管理栄養士さんが僕にバーって喋ってくれてたっていうことの、知識を教えてあげたい、伝えたいみたいな感じのことがね、起きてると思うんですよ。これはね、あるあるですよね。どこのお店に行ってもありますよね。あとね、病院だけじゃなくても、やっぱりそのね、調剤薬局ですね、調剤薬局に行ったら、たまにその僕、子供の薬を取りに行くんですけどもね、その時にも
お子さんの具合どないですかって言われて、いやこうこうこんなんですって言ったら、あそれはねこうこうこんな感じでね最近こんなのが流行ってますんで大変ですよね、さらにねやっぱこんな感じでねちょうどね保育園向いてはりますし、わーってこう喋ってくれるところに、まあそういうねあの知識として気をつけてあげてくださいねという、気をつけてあげた方がいないよとかっていうのをすぐ教えてくれたりするんですよね。でそんなんやっぱりこう考えてみるとですね、あーやっぱりこういうのって人ってやっぱりいっぱい教えてくれねんな、でもな、まあ、そこまで聞いてへんねんけどなっていうようなことまで言うてくれる時もあるから、うん、どうなんかなって思ったりするんですけども、そんな感じでね、まあ話はそれましたけどもね、今日はですね、ドアがこう半開きの状態でも答えれる質問にはしっかり答えてくれたというお話でございました。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。